はい、ではやっていきましょう。初期値強っ。ドン。星214。これはね、もう初期値映え映えですね。はい。ってことで、やっていきましょうか。で、まあ、やる気までは上げられるし、これは強い。うわー、ラッキー。ってことで、まあ、これは、まあ、せっかくね、今回キャッチャーでやってるんで、そうだね。あー、変えようと思ったけど、どうしよう。あ、いっか。補給まだ低いんで、補給を上げていこう。やっぱね、キャッチャーだったら、肩、守備、補給。それを上げていきましょう。さてと、ここから、超回復。いいんですか？いいんです。はい、ステージ勝利。まあ、やっぱね、キャッチャーらしくね、まあ、足は遅い方がね、ぽいよね。それをね、うまく使っていきましょう。これはまあ、シャッフルかな。選手に会って、ミート。ミーパー高いのもね、まあ、もちろんいいんですけども、今回は、そういうテーマではないと。せい。強っ。あー、赤いなー。回復いけねえなー。でも、ワンチャン、赤消したりとか、赤、青引けたら理想ですが。肩。いいか。回復量がすげえんだよな。選手誰？あー、基本能力か。ここ来てくれたらいいんだけどな。ダメか。ダメですね。諦めましょう。はい。ってことで、ステージ2終了。さてと、キャッチャー B をね、今日はね、テーマとして取りに行きたいので、固有キャラさんが来ない。固有キャラさん、お留守ですか？わ、やる気。やる気痛えな。はい、選手。基本能力で補給。いいね。上がってるね。まあ、弾道4にしちゃっていいか、これは。で、この辺取って、やる気落とされたの痛いんで、ノリノリをね、お願いしたい。取って、取って、回って、回って、せい！野球超人伝！はい。強いわ。この時点で、ステ3でこの能力は、普通に強い。頼む！キャッチャー B が、矢部くん。いないか。いや、いないなー。いやー、来てくれないか。はい、ナイスパワー。強。パワー強。ヒーリング落とす。落としちゃった。おしゃれさん。どうしよっかな。あ、まあまあまあ、ここのハテナ連打だな。で、降ってくるじゃん。まあ、初手ロックは、されるんかい。されるんかい。でも、言うて、一本道だと思ったのに。飛んでったよ。全然飛んでないけど、飛んでったよ。流れがね、今ので変わっちゃいそうだよね。なので、流れを変えないためにも、ハテナマスを踏んでいくんです。これが大事。強っ。あー、やる気欲しいね。やる気いこう。うん、こっち側いこう。超回復。やば。パワーは無理にいかなくていいか。なので、回復して、これミート。で、選手に相手。あー、ミート走力。いいでしょう。まあ、理想は守備補給だったけどね。うん。今回は守備補給が理想だったんですが、まあ、一歩でね、取れると思うじゃん。取れないんですよ。なんでや。うわー、これどうしよう。よし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 。しっかり捉えた。ただただね、強いキャッチャーになってるだけだわ、これ。はい。なお、さらに回復していく。あー、これ絶好調だけどもったいないね。うん。7、オッケーオッケー。あとは、選手、選球眼か。まあ、いいか。これは終わろう。オール A も夢ではない。ってことで、ラストかな。なるほど。パワーいって、総力いって。あー、これ選手に会っておいて、大島さん、ナイス総力。赤！うわお。でも。カレンさんには会える前ではないと。ちょっとやだな、あそこ。ヒーリング落としちゃったよね。
いやー、これロックオンされるかな。野球マン来ちゃったよな。ロックオンされない、減少。ロックオンされそうなんで、これは回避していく。あー、ロックオンされた、ロックオンされた。マジか。これはどう処理していくか。2でここ、2でここ、2でそこか。そしたらちょっとこっち側呼ぶか。うん、こっち側呼びましょう。2でここ。あー待って、これ積んだわ。こっち行っても飛ぶし、次カレンさんここでしょう。あー、よし、シャッフルはできた。危ねえ危ねえ。お、いやー、でもおかしいね、この赤おにぎりがやばいね。赤を消せ、シャッフルー。違うんだよ、キャッチャー、キャッチャー行きたいんや。宝箱があることによってカレンさんが来ることができないと。なるほど。回復パワーも100だし、そうだな、これどうしよう。止まれ、止まってくれないと。やべえ、はどうしよっかな。赤おにぎりが結局ここにあることでダメなので、男気シャッフル。おお、すごいとこ行った。頼む、ゲットさせてくれ。うい、うい、飛ぶ。うわー、これはね、悔しいですね。残念。これは頑張った、いい選手だと思います。まあこの選手ね、 NG 集として投稿しましょうか。ということで、ぜひ楽しんでもらえたならば、チャンネル登録、高評価お願いいたします。それではまた次回の動画もお楽しみに。バイバッチ。